ストライク。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。赤星打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、低めに外れてボール、ボール先行です。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンター、高めのボール打ちました。打球はセンターへ、ここは打ち上げています。打順は1番に帰ります。バッター赤星、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。まずはワンアウトを取っています。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。打ったバッター3塁回ってホームを狙う。ランナー出塁しました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。高めのボール打ちました。詰まりながらもセンターへ、ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。赤星掴んで3アウトです。打った、右中間に強い打球、さあどうだ。赤星抑えて3アウトチェンジです。ここは繋いでおきたかったんですけどね。さあ、そしてこのチャンスで打席には1番の赤星入っています。2塁タッチもセーフ。二塁牽制、二塁セーフ。二塁牽制、二塁はセーフ。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。これが初球。初球空振りです。しつこく牽制を入れます。二塁セーフ。アウトコースストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。これは変化球。さあ勝負してくるのか。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、1点返しました。タイガース、センター前のタイムリーヒット、5対3、タイガース2点差に詰め寄っています。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。ここで得点が入りました。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターは木浪。まあここはバントも十分考えられますよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。さあ初球は何か。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。ストライクになります。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して走塁成功。きっちり走塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。高めのボール左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。打順は1番に返ります。バッター赤星、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。この球は外れています。これは低いところに持ってきました。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ライトライナー。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。初球打っていった。この打球は落ちそうだ。センターフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。満塁は変わりません。さあそして打席には赤星入っています。ここは彼に任せましょう。決めてくれます。変化球、あっとグラブ弾いた。ボールを拾って本塁アウト。